このチームの人たちがね全滅してるようなあれなのに。よろしく頼むぞ。3、2、1。さあ、お、いきなり？うん。あ、お前か。お前かよ。うん。影の戦争。ああ！うん。襲おうとしてるでしょ。お風呂入ってるとこ。ああ、みんなで。え？暗幕か？うん。ああ！ああ、暗闇にして、うん、それに乗じて、ああ、だから目閉じてたんだ。ああ、今日こそはってことはあれか？もう結構経ってんのか？時間は。うん。花園2。5日経ってる。ああ、高3。うん。いや、いかなるって、まあ問題ないのか。この数相手でも。うん。なるほど。うん。だ口で説明するっていうのは、まあ苦手だからこその、これなんだね。うん。ね。いや、この子好き。うん。うん。あー。みんななんか火がついた感じかな？うん。うん。頑張ってみて。まずは。いや。いや、そうはいかないんだろうね。だからこれも結局、何？ああ、あれか？また、絵の具か？うん。いや、みんなやられて、いつの間にか服も着て。うん。で、別の日か。うん。あ、さっきのは、入浴とは別の時か？うん。ああ、寝込みを襲いに来たのね。うん、もう起きて待ってたよ。ああ、尾行。うん。ああ、まだ全員で最初は襲うってつもりはないのか。けど、かっこじゃあちょっと撃破できるっていうわけにもいかず、あ、3人！あ、かっけえ、上から。ダメもう何それ。ああ、来た。いや、これはうん。いや、結構考えてるんじゃないかなと思うけどね。いや、それはちょっとおっちょこちょいだな。いや、どこよ。あ、いやー、極上来た。うん。丸見え。あ、隠す気もないんだね。いや、全然この周りの子は躊躇せずというか、動揺がないね。いや、その割には顔、不要？いや、そこは恥ずかしがろうぜ。いやー、大変なことになっちゃったね。いやー、これはどうなの？降参させるのは、だいぶ先になっちゃうのか。うん。いやー、もともとはどうなんだろうね。師匠がいて。うん。ない。ああ、そこな。ファミリー。うん。うん。提案。あ、聞いてるのか。あれまた別の人が、この中の様子を調べてるんだ。んそれでなんか動くんだ。うん。新たな情報。うん。読んだらもうあれだ、捨てるんだね。証拠を残さないように。うん。ああ、この人がさっきの情報を集めてんだ。うん。うん。あれうん。ファミリーって、一緒にあれか戦ってた仲間のことなのか。うん。うん。もうこの師匠しかいないのかね。うん。孤児。うん。うん。愛してる。うーん。いやー、その皆は気になるなあ、ファミリー。ああ、もう。いや、けど、速攻で。うん。さっきの情報か。うん、うん、うん。それがあれなんじゃない？この人のあれなんじゃん、チーム。そんなだったんだ。うん。うーん。もう壊滅というか、やっぱり、唯一。師匠ももういないのか。かがり火。うん。うん。うわあ。ああ。だからここになんか生活感があるみたいな感じだったんだ、1話の。うーん。うん。いや、それに挑むの。やば。うん。理由。うん。いろいろこの子たちのあれ分かってんのかな、背景とか、ちゃんと能力もね。うん。みんな。ホームラー。これからもなんかこの話ありそうだな。うん。調べた。ああ。うん。今のがあれなのか、なくなってしまった。うん。いやー、この絵ねだからあんなになっちゃってんじゃない、描いてるというか。どん底。どん底同士。うん。ーん。兄貴。だから新たなこれでファミリーになってくんだよ。うん。なんだ掛け声みたいな感じ。皮肉。まあけど、もっとリーダーになれるかどうかみたいな物語もあるかと思ったけど、認められたね。うん。うん。まあ確かにね。今の見てると。うん。うん。いやー、時間あんまなくない？そんなすごいさ、人たちが前の失敗してんのに、まだ今集まってさ、10日足らずでしょ。で、いろいろね、這い上がらなきゃいけないような落ちこぼれのメンバーで、もうあの先生の降参は終わっちゃったのかい？うまくいったのかな？できてないままにやることになってるってこと？うん。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 別人になりすましてんのかな？ああ。ああ。うん。あ、これが、ああ。うま。で、今のメンツで二手に分かれて、いたわ。気づかなかった、今。あ、接触してるね。うん。うん。生きて帰ってきてね。いやー、お互いに無事で。うん。これで冒頭とかにやってた戦いになるのかな。サンプル。うん。うん。兵器。なんだろう。わあ、かわいい。かわいいなあ。男性に近づいて、給仕してるよ。えうん。そういえばね。いたね。さっきの子伝達してるんだ。うん。キーマン。一人でうん。大丈夫なの？そんな動きして。一番優秀。一番優秀なんだ。うん。うん。え また わからないよー。何を言ってるんだよー。くめもしないよ、何が言いたいのか。うん。いや、けどそこの訓練、ほとんど見ないまんまだったんだけど。まあ、あえて描いてないのかな。降参させたってこと？ああー、吸ったんだ。ええー、すごい。同じような財布用意してたんだね。うん。あ、声かけられたけど。まずくない？ええー、タイミング良すぎじゃない？いや、今財布見られたら。いや、それ見つかったら。そこはチェック。まあ、チェック甘。なんだんうん。財布取られてるってこと？クラウスなのか？おー、極上、クラウスだ。早速ね、失敗するとこだったね。ええー、ああ、あれ、やっぱ1話の、緊張感も。えー、これでやれる？うん、うん、リリー。ワイン入れていいの？あ、ああ、変装だったんだ。いや、ここ出てくとき、つけれる？うん。え、なんだ？うわあ、ああ。いや、すごいわ、この人。ああ、暗号。うん、うん。機械。えうん。会うのかよ、みたいなこと？うん。確かに。ああ、そっちね。うん。だからこその、うん。うん勝手に。ああ、ってこと参加しないのか。うん。うん。いや、これじゃあやることになるんだ。こんな敵国で。結構リスクは背負ってるけど、まあ、やらないと、ほんとまずいくらいね、士気が下がってたのかもね。で、来るのか？あ、参加はしないで見守るみたいな感じ？うん。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 そんなすごい人だったの？あの師匠にはなんか及ばないみたいなこと？え何？おい、どういうこと？自分たちで酔いつぶれたってこと？うん。いや、けどこれは 油断しすぎじゃない？ああ、だからこそ安心して酔ったってこと？うーん。うーん。いや、このチームの人たちがね、全滅してるようなあれなのに。あ、誰？ああ、こりゃ大変。守らないと。うーん。今のお姉さん。ちょっと年上の人だったね。まだちっちゃい頃のクラウスというか。うん。変更。うん。入れ替え？うーん。俺、言わせてなかったんだ。言わせてなかったのね。ほいで結局ここまで時間過ぎちゃったんだ。で、良い本番？うん、うん、うん。で、サンプルって？うん。何なんだろうね。あ、いるね。生物兵器。ああ、そういうあれなの。うん。ええ、何してんの？うーん。完全にあれか。うん。使われてね。その帝国ガルガトだっけ？そこが結構やばいね。うん。なんだ。奈落人形。ほう。終わっちゃうかも。終わっちゃう。いいところ。というわけでね、今回スパイ教室見させていただいたんですけども、思ったよりね、この生徒たちと先生のね、この本番の任務の前の、そのやりとりっていうのがね、そんな描かれなかったね。しかも、降参もさせてないっていうさ、僕は結構そこの降参させるまでの、その実力がつく期間っていうのが、4話くらい使って、で、そっから1話の冒頭に戻っていくのかなって思ったんだけど、なんか相変わらずちょっと危なっかしいところもさ、やっぱ今回見て取れたし、本当にこのチームでこの後のミッションいけるの？っていうね、すごい今心配しかないけども、そもそもだってこのクラウスがいたような、その最高のチームがね、生きて戻ってこれてないっていうのを考えるとさ、相当難易度高いと思うんだよね、やってることが。で、今回ね、そのクラウスが前にいたね、ね、そのチームの話出てきて、ファミリーだったり、絵のね、そのメンタル的なものが表されてたりとかさ、少しずつ分かってくるようなね、断片的なエピソードもあったんだけど、ラストにね、みんなが眠りこけている時に、その若かりしクラウスなのかな、それに寄り添ってるお姉さんみたいな人がいて、一体ね、その昔一緒だった仲間にどんな人たちがまたいてとかさ、どういう関係だったのかっていうのも、これから分かっていくのかなと思うと、そこが楽しみだよね。この後なんといってもね、このミッションが本当に成功するのかどうか、そこがね、注目かと思います。というわけで今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり、僕のリアクションに対するコメントをお待ちしております。以上、動画部達がお送りしました。チャンネル登録よろしくお願いします。